はい、皆さんこんにちは、出雲正人です。本日はですね、メカコレのですね、デスラー戦闘空母を紹介したいかと思います。今ですね、宇宙戦艦またですね、新たなる旅立ちがですね、公開されているかと思うんですけども、うちの方はですね、まあ新作の方、新キットの方を買ったんですけどね、まずは旧キットの紹介をしたいかなと思うんですね。手前の方がですね、メカコレのダロルトで、奥手の方がですね、デスラー戦闘空母を、ハイデルン戦闘空母風に、改造したものですね。で、二つですね、こうやって並べてみるとですね、随分大きさが違うなーってことがわかると思うんですね。新しいメカコレの方がですね、ちょっと迫力に欠けるようなところがあってですね、これはいかんなと、ね、バンダイさんも思ったせいかですね、新しいあの、新デスラー戦闘空母の方はですね、大きなものになってるかと思うんですけど、まあ、その辺の大きさに関してはですね、うちの方の動画でも、ね、一つ前の方で、紹介はしてるんですけども、で、今回はですね、メカコレのですね、旧デスラー戦闘空母の方を見ていきたいと思うんですけども、ちょっと自分ですね、ハイデルン戦闘空母が好きだったもんですから、旧キットを利用してですね、ハイデルン戦闘空母風に改造したんですね。で、ほぼですね、こちらに搭載されているデスラー砲って、旧デスラー艦に近い形で存在してるんですね。まあ、そういうところが特徴かなと思うところがあります。で、飛行甲板上の武装もですね、新しいもののデザインよりもですね、いずれも大きいところがあるんですね。まあ、それが特徴かなという感じがしますね。で、この船体の側面にですね、砲塔を追加してですね、できるだけですね、ハイデルン戦闘空母にですね、近づけたいなという努力をしてみたんですけどね、これがあるだけでも随分違うかなというようなイメージがありますね。で、メカコレがですね、発売された時期なんですけど、ヤマトパート2に合わせて出てるようなところがあるので、第1作目のですね、そのハイデルン戦闘空母とかですね、みんな出なかったんですね。まあ、なので、どうしてもね、あのイメージでっていうふうに思ったんですけど、まあ、ちょっと小改造をしてですね、ハイデルン戦闘空母のイメージに近づけたいなっていう、ちょっと思いがあったもんですから、まあ、こんな形でちょっと自分をいじってみたんですけどね。で、この監視部のですね、部分がこうまだ丸みを帯びててですね、新しいデザインのようにとんがっていないというのが特徴ですよね。まあ、子供の時にですね、結構苦労したのはですね、この飛行機がね、出てくる、なんて言うんだろうな、三枚のこう板みたいのがある、ね、刺してあるところがあるんですけども、これがですね、できるだけ整合性のある状態で接着したいなとか思ってですね、結構気を使いましたね。特にですね、ダボ穴も何もないですね、この後ろの翼ですね。これをですね、できるだけこう、曲がりなんかないようにですね、まあ、綺麗に接着したいなと思ってですね、最初にですね、内側のですね、内側のものをつけて、90度の直角を出した上でですね、外に広げ、ね、外のものをつけていくっていう風にしたんですけど、その方がヨレヨレしないという特徴があると思うんですね。まあ、今のやつとかだとですね、もうガイドとかがあってですね、ぴっちりこう、角度が決まるような形になってるかと思うんですけどね。で、なぜかですね、この環境部分がですね、ドメルの指揮官邸にこう似てる部分があってですね、ここからですね、円盤型指揮環境をですね、作れないかどうかとかですね、結構思ったことがありますね。まあ結局は、このデスラーの、ね、戦闘空母のデザインの意味と意義は何だったのかというとですね、旧ハイデルの戦闘空母はですね、ちょっとボテッとした印象があるっていう部分があると思うので、もうちょっとデザインをシャープ感のある状態にしようという、
ね、コンセプトのもとでこういう形に来てると思うんですね。まあ割と新たなる旅立ちのものに関してはですね、後発に出てるんで、それなりにこうキットとしてもシャープ感がありますけどね。その当時としてはこれが100円というのはですね、なんかちょっとお値打ち価格のように感じた部分がありますね。こういった形ですね。で、ダロルドの方は、まあ、先日も紹介したんだけど、こんな感じですね。で、旧ガミラス艦艇に比べたらですね、こう、新しいメカニックデザイナーの方の意向というのがあってかですね、この、武装がですね、兵装がですね、小ぶりにできてしまうっていう特徴があるんですね。いずれのガミラス艦もそうなんですけども、船体の大きさに対して武装が小さく、できているような特徴がありますね。なんかちょっとアンバランスな感じが全体としてはしますね。で、環境に関してもですね、旧作の方が自分は好きですね。こう、新たにね、追加されたモールドっていうのはちょっと違和感があるなって感じがするんですね。まあ、この独特の雰囲気はですね、旧ハイデルン戦闘空母を踏襲してるかと思いますけどね。なんか、ハイデルン戦闘空母という名称自体がそもそも面白かったっていう自分は印象があってですね、ケチャップとかですね、あるいはそのソーセージとかですね、なんかその辺のイメージさせる、こう、ドイツ系の名前みたいなですね、ありますけどね、多分本物のドイツ人が聞いたら違うんじゃないかっていう、まあそういうふうに思ってはいますけどね。で、こう、ダロルドの方とですね、こう、デスラー戦闘空母を並べてしまうとですね、こう、大きさがこれだけ違うんですね。同じメカコレでもこれだけ違うという。まあ結局ですね、その新しい方のメカコレがそのコレクション性がないということですね。それがあるために新しいですね、デスラー戦闘空母の方は大型化していると思うんですね。まあ見栄えを良くすることもそうだし、そのコレクション性を上げるっていう意味もあると思いますし、まあできればですね、その宇宙戦艦ヤマト本体とですね、等倍。まあ等倍っていうのは等しい倍率でっていう風なコンセプトがあったんじゃないかなと思うんですね。まあメカコレというのはみんなノンスケールではあるんだけども、建前上ノンスケールなんですけども、大きさを揃えるような意味がですね、あって、その新デスラ戦闘空母の方はですね、今発売、ね、出てる方は大きくなってる部分があると思うんですね。私はそんな風に考えていますけども、皆さんはどんな風にお感じになったでしょうか。本日はですね、当チャンネルを見てくださってどうもありがとうございます。もしよろしければいいねボタンか、チャンネルフォローしていただけると大変私の励みになります。今日はですね、お越しにいただいてどうもありがとうございました。